な君がまさかあんな安モテルで手首切って真夜中に救急病棟運び込まれるなんて悪い冗談聞かされてるみたいだったぜ。でもとにかく今も君がこの世界に生きていることに Thank you 本当だぜ。財布いっぱいのクレジットカード、体中に高そうなジュエリー、似合うだけに心配だった。誰に買ってもらったのか悪い噂が友達の中で飛び交ってたけど、今も君がこの世界に生きていることに Thank you。 まるで君は自分も燃やし燃え尽きることなんてないと思ってた。でもそれは無理だぜ。友達はあんな女やめときなよって言うけど、誰も本当の君を知らない。子供の頃のことや俺たち二人だけの時の優しい笑顔や仕草、今も君この世界に生きていることに Thank you。 君がこの世界に生きていることに Thank you。 本気だぜ。 Yeah!Thank you.